こんにちは、お疲れ様です。ゴッドファーザー即歌塾の久保でございます。あの、もうちょっとしたらね、ジョジョの奇妙な冒険っていう長編の、まあ、こ漫画がありますよね、荒木博彦さんの。あの、シーズン6、ストーンウォーシャンがネットフリックスでアニメ化で始まるそうなんですよ。このジョジョの奇妙な冒険っていうのは私もね、結構好きでね、えー 1> 第1部から第5部までは見させてもらったんですけども、まあ、一番好きなのがね、私第6部なんですよね。ストーンオーシャンっていう回なんですけども。まあ、これがね、アニメ化するのを私はずっと待ってたんで、非常にこの冬はね、楽しめるなと思ってます。ストーンオーシャンは、壮大なスケールでね、描かれるということね宇宙が一巡するみたいなね、すごいなと思います。なんでね、この冒頭にこのストーンオーシャンっていうね、 ストーリーを持ってきたかっていうと、まあ、これから、ジョジョの奇妙な冒険のストーンオーシャンが、アクセスが高まっていくってことも当然あるんですよ。アニメ化されますからね。これから予告編とかもどん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  YouTube をはじめとして、いろんなところで出てくるでしょう。そして誘導してネットフリックスへ課金って感じになると思いますけども、大きな理由としてはね、ストーンオーシャン、そう。ストーン、石ですよね。ということでね、ゴッドファーザー、週刊中年ジャンプの編集長は、 誰なんですかってことなんですよ。ストーンに関わった人じゃないですかね。うん。これをね、ちょっとヒントにしていただきたいと思います。で、えー、タイトルの付け方なんですが、雑誌なんでね、えー、この週刊中年ジャンプは雑誌なんで、黒括弧で最初にどのテーマのことを話してるのかってことを、まあ、やった方がいいかなっていうところで、今回送っていただいたタイトル、知っていることとできることは違う継続の難しさってありますよね。この頭に、編集後期とかね、 編集長談話とかね。こんな感じにして、まあ、感想なり、雑談なり、このやりとりの、どこにも属さないところを放り込んでみたらどうかなと思うんですよ。例えば、株だったら株のことを語るって形で、まあ、株のね、コメンテーターとして、タイトルに、まあ、株についてみたいな、ね、株の初級編とかね、あの、基礎講座編とかってつければいいと思いますし、えー、他のね、まあ、動物を撮った動画でしたら、あのー、ストーン、 動物園、ストーンズ、ズーストーンとかね、なんかこうやってもじってつけるみたいなことをしてもいいと思いますね。まあ、お天気、朝の天気、朝の天気とかもね、なんかできるかなと思います。まあ、いろいろあると思いますけども、ジャンルごとに、あの、再生リストに分けることと、あと、タイトルをね、やっぱり黒格好で閉じてつけると、まあ、読者さんとしては、あ、これは自分に興味のあることだから見よう。興味ないことだから、これはすっ飛ばそうみたいな感じで、あの、再生しないとわからないってことになると、すべて再生しないって選択を、 起きがちなんですよね。だからそこをね、今回のアドバイスとしてちょっとお伝えさせていただきました。まあ、ここまででもね、二つ三つあ、なるほどって思うことがあったと思いますけども、前回送っていただいた動画に答えるとしたらね、えー、まあ、知るっていうことで、知るとできることは違うってありましたんでね、ここをね、四つに私なりに、そっか軸式に分類したものがありますので、聞いていただければと思います。まずね、知識、情報、経験というのには、知るっていうフェーズがあるんですよ。知る、知らないっていうのがありますよね。で、 第二段階目っていうのは知るから分かるに来ないといけないんですよ。あ情報として知ったよと経験としては知ったよでも一歩二歩深く突っ込んでみて分かるってのはどういうことかなとまあ物事は知ったけどもその物事について分かるってどういうことかなっていうふうにねこれ理解を深めていかないといけないとこれはですね他の人と違った視点を持つってことでもあるんですよ他の人と違った経験をするってことなんですよ知るっていうのは一つの情報について、まあ、知りましたってことなんですけどね 例えば最近は、あれですね。岸田総理って言うじゃないですか。新しく総理大臣になった方。で、岸田総理が、あ今回、100代の総理大臣になって、今度のね、えー、総選挙で、101代目の総理になることも、概ね、まあ、考えられてますと。決まってますっていうところでね。じゃあ、岸田総理について知りました。総理なんだよねって。広島出身だよねってことを知りました。で、わかるってどういうことかって言ったら、 私なりにね、岸田総理を評価するとこれねクソ真面目な人なんですよ本当にクソ真面目な人で本当にね四角四面といいますかねいい人なんですよで小煩悩でね本当に普通のお父さんなんですよあの SP もつけずに東京のお感謝に息子さん二人と住んでるんですよねあの、広島から出てきて東京でまだあの、学生さんのねあの、息子さん二人と住んでいてそこで男三人で共同生活してるんですよ そのお父さんが総理大臣っていうね。で、近所のスーパーで買い物に行くのが岸田総理の日課っていうか役割なんですよね。で、お料理をするのが息子さんみたいな、そんなね、役割分担なんですけどね、うん。これがだから分かるってことなんですよ。知るから分かる。同じ広島市民だからこそ分かる。私から見た岸田総理の、まあ、普段の暮らしってことですよね。だから、岸田さんが総理になった時に、 のの人はあこの人はこ誰だろううみたたいに思ったと思っとんですよそのぐらい目立たなくって地味でスキャンダルもないみたいなね通常何がしかのスキャンダルとか野党からの追及があって目立つのが、まあ、国会議員だったり自民党の党員だったりするんですけどもこの岸田さんはねほんと何もないんですよ何もなくって粛々と作業をミスなくこなしてきて目立つ人ではないんだけども、うん、安心と信頼の方なんですよね <laughs> まあそんな感じですねはい何を話してたかなだから知ると分かるの違いはこうありますってことですねそれからね3段階目はねできるっていう問題なんですよあの知った分かったでもそれはできますかってことなんですよできるっていうのは例えばね100発100じゃなくても、まあ、10回中3回ぐらいできるよとかね、まあ、意識すればできるよ気をつければできるよっていうレベルですこれが第3段階目で第4段階目は何かっていうと無意識にできる状態これをねできたって言うんですよ いいつもできてるみたいなね。ちなみに私の動画いろんな放送がありますけども全てに成立が入ってますこれ分かんないでしょでも私の動画を見ると私に連絡取りたくなって私に相談したくなって私の商品買いたくなるんですよでそういうふうに無意識に成立が入っている動画しか私は出してません、ね、<laughs> だからこれがねできたっていう段階無意識でビジネスが入っている状態なんですようん全てこういうふうになってます私の場合は <laughs> トークの中に最初につかみがあってね、つかみから第2段階目、私の気持ちとか、私の速果塾の教えっていうかね、コンテンツが入っていて問題解決を一つして、なるほどって気づかして、最後に、じゃあもう一歩踏み込んで、えー、速果塾ってものはどんなのかお知らせしましょう。最後は下の方に概要欄ありますよねってことで、下から問い合わせしたくなるんですよ。だから私は動画の量産をすると、それがそのまんま集客になり、 コンテンツの紹介になり、セールスになってるって形ですよね。これがね、無意識にやってる状態。100中、1中で、私の動画100本撮ったら、100本とも動画にセールスが入ってるんですよ。それがね、できたっていう状態ですね。はい。ちょっとまとめますね。え知る、わかる、できる、できた。この4段階があります。特に、知るとわかるの違いをよく認識すること。で、できるってこととできたの違い。無意識なのか、意識的にじゃないと、それができないのかってこと。この違い。よくね、 刻み込んでいいいたただきたいと思います、えー、そして「週刊中年ジャンプ」に関しましてですけどもせっかくね雑誌の手を成してるのに特集がないなと思いますねこれはね特集それはどういうことかっていうと今流行りのことをやっぱり話さないといけないんですよ情報発信者ならちょっと前でしたらあの何、ー、ですかね眞子さんとかっていうのかな私もこれね全然知らなかったんですけどもあの天皇の一族の中で 一般人と結婚することによって天皇家を出るお嬢さんがいるそうですよね。そのことが連日話題になってたんですけども、私はずっと見てなかったんですけどもね、昨日と一昨日で <laughs>、それをあの家族から聞きましてね、うちの母から聞きまして、あ、毎日そんな情報見てたんだ、みたいな。<laughs> テレビに釘付けになってね、ものすごく天皇一家のこと詳しいんですよ。で、私は天皇一家のこと全くわかんないんですよね。未だに知らないし、そんなね、お家騒動があるなんて想像もしなかったですね。 だから情報を掴むところが違うんで私はお金,稼お金稼ぎの情報ばっかり見てるんですよ <laughs> つまりは <laughs> だからそのゴシップのこととかね芸能ネタって全く分かんないんですよだからたまにねそうやって聞いてみるとなんそんなことにみんな興味持ってたんだほらアクセスを取り損ねてたなってことに気づくんですよ要するに天皇一家のことは私情報発信できてないわけですからねあれほどアクセスが取れるのにうんちょっとねチャンス逃したなと思います まあですんで思うんですよ。これ、週刊中年ジャンプにも、今、ホットな、世の中の人が求めてる話題に食い込んでいかないといけないなって感じですよね。例えば今、選挙が始まりますんで、やっぱこの時期にね、あのー、国政政党、9党ありますけども、その9つに対して、なんかコメントを出すような、そんなコンテンツになるといいですよね。そうするとね、いろんな SEO 的に、あの、絡みができてきて、アクセス伸びるんですよ。それから、あのー、編集長がね、 週刊中年ジャンプの編集長が何を考えてるかってことが伝わるんですよ。私ははっきりと申し上げてるんですけども、れいわ新選組、それから、えー、N 国党、この2つ、これが、この2つがね、時代を作っていくと思うんですよ。時代を作るって言っても、今回のことで与党になるとは思いません。ずっと時間をかけてね、この2つがあ、市民権を得ていくと思います。なぜなら、インターネットを使って、国政制度を作った、初めての政党なんですよ、この2つは。他は全然違います。 企業を回ったりとかね、いろんな献金したりとか、政治資金パーティーやったりとか、裏金使ったりとか、それから親戚演者に頼ったりとかね、あんな感じの、いわゆる昭和スタイルの選挙運動なんですよ。だから金もすごくかかるんで、まあ、汚職も多いんですよね。でも N、N 国党にしても、令和新選組にしても、完全な市民団体で、インターネットを通じた、 資金活動とかね、まあ。N 国とは資金活動、資金集めしてませんけども、とにかくインターネットを使っている人に対して訴えかけていって、インターネットを使っている人が認知している国政政党なんですよね、この2つは。うん。だから YouTube でね、国政政党になっちゃったみたいな、この2つの例ですよ。でこれからもうこういう形の国政,政党は作られないと思いますけどね。すごいなと思いますよね。だから私はこの2つを圧倒的に支持しています。政策っていうのはこれから、 人員とかね、これからやっぱり煮詰めていけると思いますんで、それまでは政権取ることないと思いますけども、いずれにしても自民党みたいな悪質なことをしないと票が取れないとかね、金持ちとか資本家からの票しか集められないような政党は終わっていくと思います。なぜならこれからは若い方がね、世の中に出てきて、お年を召した方っていうのはこれから死んでいくからなんですよ。だから自動的に投票権っていうのは失われていくんですよ。じゃあ10年、20年、30年経った時に、今からね、 50代の方が30年経つともうね、80代で、まあいなくなってるでしょうね。全員じゃないですけども、いなくなってる、半数ぐらいいなくなってます。でも世の中で投票権を持って、出てくる世代、そしてしかも SN、SNS やスマホ、YouTube を通じて、国政政党が、あ、N 国党ってところがあるのか、あ、れいわ新選組ってところがあるのか、その他に自民党みたいなのがあるんだね、みたいな感じで、意識するところが最初から違うんですよね。そういう人が投票権を持ったら、やっぱり、 えー、投票先っていうのはね、だいぶ決まってくると思います。なぜなら、N 国党は、NHK の受信料払わなくていいようにっていう、ワンイン集公約ですよね。若者にとってありがたいですよね。NHK なんて興味ないわけですから。インターネットで YouTube 検索したり、Netflix 見た方がいいわけですから。で、令和新選組。令和新選組はね、中間層以下の味方なんですよ。自力で這い上がって来れない人の味方なんですよ。で、これからの日本は衰退国家になります。 昭和の遺産を食い潰していく時代は終わって、現在の時点でバブルを経験した50歳以上の方が去っていった後の日本ってのは何もないんですよね。そのぐらい昭和生まれの方が食い潰しちゃったんですよ。ですのでこれから若者に非常に厳しい時代になります。そこにですよ、MMT 理論、その他財政出動を掲げた令和新選組が若者の低所得者層を底上げするんだっていうのはね、もう 国債を注入して強制的に消費力を上げるわけですよ。で消費力が上がった若者たちはそのあお金でですね、教育やサービス、世界の見忘を広めることによって本当の力をつける、そんな時代が来ます。今、教育を受けたって金がない。恋愛や結婚したくったって金がない。だから、一人一人の個性が発揮できないところに、じゃあ、分配しましょう、まずは。お金突っ込むから、それで勉強してきて経験積んできたよと。で、生活に苦しくなくてもいいよ、もう。 余裕を持った暮らしでいろんなものを見て経験して能力を開花させましょうっていうレア新選組のこのマインドに共鳴したい人がね投票するじゃないですかそしたらね自己責任とかねしまいには生活保護がありますみたいな自民党じゃなくってレア新選組にものすごく好感を得ると思いますそして山本太郎さんはもともとタレントでしたタレント時代を知らないそういった投票権を持つ若者がね最初からこの人は政治家だったんだって っていう目でで見るわけですよそして検索してみたら「えっメロリン Q この人面白い人だな」ってなるわけですよね。え南の帝王出てたのすごいねこれ演技うまいねみたいな感じでね。まあ、そういうふうにね全然こう今までの人とは視点が違うんですよね。そういうところで私はこの2つの政党が日本を引っ張っていくだろうなと思います。特に n 国党はあの賢いいすごいそして 多くのの成功者を抱えているのはやっぱり、N、国党ですねすごい時代になると思いますよ。というふうにこれ何を言いたいかっていうと今回の総選挙に対してね私は独自の視点を持っていて自民党は本当今までは良かった自民党で自民党公明党ででも,も時代にそぐわなくなってきたで自民党公明党はいまだにインターネットの発信が弱い立憲民主党の情報発信も弱い立憲民主党の YouTube チャンネルって私のチャンネル登録よりも下ですからね そう考えてもインターネット使えてないんですよ。じゃあインターネットをむちゃくちゃ使えてるよね。黒島とか、令和親戚組。私よりもね、もう10倍も20倍もチャンネル登録がいて、再生回数も100倍も200倍も取ってるわけですよ。そう考えたら、まあ YouTube を中心に活動してる私としては、YouTube の先生でもあるわけですよね。もうぜひ共演したい方々でもあるんですよ。そういうふうに考える若者がこれから社会に出ていって、YouTube で発信力を高めるんだったら、こういうふうな 人をモデルにしたいよねっていうふうにも選んでいただける。でも自民党や公明党や立憲民主党をインターネットの情報拡散力のモデルとして選ぶかなって言ったらまあ選ばないですね。もう完全にテレビに取り上げられなかったらシーンとしちゃうとこです、この辺は。ということで様々申し上げましたけどもあの自分なりのね今ブームのことっていうのを自分の視点ではっきりと主張することによって濃いファンとそれから離れていくファンとが れれれるんですよこれを恐れちゃいいけない自分のファンを手放すことを恐れ,恐れちゃいけないんですよ、うん、でもその代わり濃い関係はできます言ったように数を集める時代はもう私たたち一般人終わったんですよねだから少ないアクセス少ない集客に対してどのぐらい濃い関係を作れるかってことが大事になってきますので自分はどんな考えを持っているのかイエスなのかノーなのか黒なのか白なのかってことを常にはっきりさせることが非常にね魅力を高めていくことになると思います。 だから私はね、応援する政党とかね、あの、宗教とかね、バンバン言うわけですよ。そうなると違うよって意見も飛んできますしね。ああ、久保さんがそう言ってくれて本当に助かりますみたいなね。救われますみたいな意見もあってね。自分の向かう方向と同じ方向に行く人が寄りついてくるってことになります、はい。で、最後、モチベーションの話しましょうか。モチベーションはね、最初のうちはモチベーションに頼ってください。これは仕方がないです。最初はやる気にならないとやる気にならないです。でも モチベーションに頼れるのもそんなに長くないことだと思った方がいいです。というのがモチベーションはね覚醒剤なんですよ。カーッとモチベーションが上がったと思ったら必ず下がるんですよ。だからモチベーションに関係なく行動できるようにしていかないといけないんであこのモチベーションに頼っちゃいけないんだと。ね、例えば今私とやり取りしてますけどもこのやり取りがなくったって同じペースいやそれ以上でできるように離脱していかないといけないなとモチベーションに依存しちゃいけないなっていうふうなことは今からあ頭の隅にね入れておきながら。 目指す方向を決めていいいいいい、ただければいいんじゃないかなかと思いますよねはい、長い動画になりましたけれども今回もねいろいろと本来なら3つの動画に分けるところだったんですけども一発でお話しさせてもらいました他の方も多分このね動画を見てあそういうことなんだなっていうふうに思っていただければ幸いでございますまあこれをね流れ玉効果っていうんですけどね本来なら「週刊中年ジャンプ」の編集長にお送りしているメッセージですけども横からこうやって聞いてる人もねなるほどな 思そういうあなたともそういうあなたともこのやりとりしてもいいですからねどんどんお申し込みくださいえそれではねまた動画の方を送ってくださいお疲れ様ですおやすみなさいグッドラックあゴッドファーザーだった